松山市大手町の愛媛 CATV 大手町オープンスタジオでドローイング48点とプリント展が開かれています。これは西条市にアトリエを構えている伊藤茂明さんの作品展になります。会場にはコピープリントを用いた写真とドローイング48点が展示されています。手法としては普通の写真を再構築した形で展示し上げたんですけどね、コピープリントというのは一つの版画の手法ではあるんですけども、紙焼きとは違った表現の仕方が出るんですよ、コピーによって。それをプリントという形で版画の一つの一種の流れとして一点作品という、自然を再構築して一点作品に仕上げたということなんです。今回のドローイング48点と、その背後にある壁面の写真における造形物の展示と、そしてその状況は近場の風景からそれを切り取ったり再構築して表現したということで、できたらそのイメージポエムというかね、その共に共有するものが感じられるなら楽しんでもらえたらいいんじゃないかと、ほんで何か感じるものがあったらそこを共有したいと、そういうことなんですけど。このドローイング48点とプリント展は9月24日まで愛媛 CATV 大手町オープンスタジオで開かれています。